くんみつ明日卒業。ああ。まあショックだ。ぐんみつに殺到しちゃったわ。お前卒業するんけってマジで。じゃ真休みの時もさ殺到したけど、おめえマジで考え直さねえかって言ったけどさ、いやこれどうにもならないんだよね本当に。やっぱ意志は固い。みんな辞めるって決めた人たちの意志は固い。覆らぬこともあるし、いろいろなんかいあんだよな。マジ悲しすぎるわ。いや、ぐんみつね、なんかね、いや、マジでね、いいやつなんだよ、ほんとに。なんかみんなにね、誤解されて、ちょっとやっぱさ、口が過激じゃん。私、人のことは言えないけど、口が過激だからさ、なんか割とね、誤解されやすいタイプだと思うんだよね。なんか、私はなんか裏見てるから、いいやつだなって思うんだけどな。どんなになんか表でさすごいいい人でもさ裏やばいとかもあるじゃんね。でもその点でぐんみつはなんかいいやつだったよ本当にと思うな。なんかやっぱその見えてる部分がさ全てだからさ、まあ、仕方ないんだけどさ、まあ、言っちゃったことは悪いこと言ったと思うけどね。卒業してもさ幸せに過ごしてよって思うね。先生のリスナーの悲しさは計り知れない。本当だね。なんか一緒に配信してきた友達がさなんかいなくなるの悲しいよね。なんかゼップ名古屋っていうゼップの公演があってさ、昔私とわらわと、リキイチと、シーナと、ぐんみち。あと司会でさ、早瀬が来てくれてさ、名古屋公演やったんですよ。5人でね。私の今の、ツイッターのさ、ヘッダー。最高にさ楽しかったんだよねこの夜が。なんかみんなと直でさこうなんていうんだろうな、会ったのってこの時が初めてというか、自分たちのそのリスナーって本当に いたんだみたいなさ。しかもさ公演が終わった後にみんなで大泣きしたよね。こんなことってさ、まあ、ないことじゃん。だからね悲しいね。泣きそう泣きそうだ。